ロッキーズ戦の8回、左中間に二塁打を放つドジャース、大谷イコールデンバー、共同ロッキーズ4-11ドジャース、27日、デンバー米大、リーグ、ドジャースの大谷翔平投手、30、は、1番 DH でフル出場し、6回に4戦ぶりとなる54号3ランを右越えに放った。2回には、二盗を決めて今季57盗塁とし、2001年にイチロー、マリナーズがマークした日本選手のシーズン最多56盗塁を塗り替えた。54本塁打、57盗塁まで記録を伸ばした。5打数4安打4打点、2得点の大暴れで打率を309に上げた。本塁打と打点王争いでナ・リーグトップを独走する大谷は、打率でも首位のアライス、パドレスに5厘差に迫っており、三冠王を狙える位置につけている。ドジャースは大谷が打線を牽引して、2桁得点で大勝した。大谷は6回に54号3ラン、8回には2塁打を放ち、今季の長打数を99本とした。塁打数も408まで伸ばし、23年ぶりの100長打、400塁打到達が目前となった。100長打、400塁打は、過去10人が計13度マークしており、2001年にソーサ、カブスら4人が達成したのが最後。ヤンキースのジャッジもこの日欠場したが、95長打、390塁打を記録しており、大谷と同じく残り2試合で到達する可能性がある。デンバー共同。